京都に住んどってよかったと、こういう実感誰もないよね。今もうどの世代も大変ですわ。働き手の人たちは20年前から比べて月給が9万円も平均で下がってる。年収ちゃいますよ、月給ですよ。皆さん月給9万円下がったらみんなほんまよう生活してんだと思いますわ。僕もそうやけど、若い世代はもう大体就職するとなると半分ぐらいは非正規でしょ。夫婦揃って非正規だったら年収300万ね、働いてても生活保護並みの給料、ワーキングプア言うんだそうですよ、ね、こういうのほっといてなんかこう京都府でございというふうに踏ん取り返ってる場合はないと思うんですよ。お年寄りの方も大変ですよ、ほんまに。介護保険料も上がりました。老人保険の制度も改悪されて1割から2割に上がったりね。だから介護保険料だけで多分皆さん年間6、7万ぐらい払ってるよね。僕が今後見人やってるお年寄りがあって、サービス利用料で毎月毎月27万取られてるんですよ。その方の年金15万ですわ。ほんならもう差額の12万毎月毎月預金が減っていくんですよ。もう預金とにらめっこしながらですわ。なくなったらどないすんねんと思いながらヒヤヒヤしながら弁護士として仕事してます。いつからこんな高齢者の方に無謀社会になってしもたんやと。安心してゆったり老後の生活を送れるようにするっていうのが社会の役目ちゃいますか。原発に関してはもう再稼働は反対、そしてきっぱり廃炉を求める。この山科もおそらく大井から計算したら70キロか80キロぐらいの圏内に入りますね。大津の裁判所が原発の差し止めの判決を書きましたけど、あの時に大津の裁判官が言うたのは原発から半径200キロ以内は危険やというふうに言うたわけですよ。そしたら当然山科を含むこの京都市内、そして京都府内全域も何か一兆重大事故が起こったらみんな地域が崩壊をする危険があります。そういう意味で私は京都府が京都府民の皆さんの命に責任を持つという立場から若狭の原発については再稼働にきっぱりと反対をして、それと同時に退路を求めるということを国と電力事業者に求めるべきじゃないかと思います。未来のない泥舟路線に乗っかるよりはむしろ廃炉の方向で切り替えて廃炉しようと。これ大変ですよ、ほんまに。54発もその原発あるんでしょ。あれを1個廃炉するだけでも大変やのに54個も廃炉にしようと思ったらものすごい技術開発もいるし、いっぱい労働力もいるし、そこに裏返せば新たな産業が生まれますわ。そしたらそこで働く人らが潤うし、そして今日本は原発を海外に輸出してるけどね、輸出するんやったら廃炉技術を輸出したらええやん。そのために小泉純一郎さんだってそれで行こうって言うてはりますわ。今国会でも原発をやめると、こういう法案が立憲民主党さんなんか中心に出てますよね。京都も原発は廃炉にするという自治体として名乗りを上げて、新潟と京都で若狭を挟み撃ちにしたらええんちゃいますか。知事が変わったってそんなこと関係ないと多分思ってはるんちゃうかと思うよね。そんなことないことないよ。知事が変わればいろいろ私らの生活がもっとようなる方向で舵を切り替えることを僕はできると思います。いろいろ要望とかね、いっぱい寄せてほしいんです。選挙っていうのはなんか候補者が政策を示して皆さんがそれ見てピュッと一票入れるだけのもんとちゃうんで、一緒にね作り上げていく。で皆さんが日頃思ってある不満とか思いとかそういうのを私にぜひ寄せてほしいと思うんですわ。これを私は政策にしてまた皆さんにお示しして、それで足らんかったらまた皆さんからご意見もろて、そういうキャッチボールを通じてそのいいその京都にしていく、皆さんの生活をいいものにしていく、これが選挙なんです。で僕は普段弁護士としてもう前からも後ろからも右からも左からもいろいろ意見言われながらやってるんで打たれ強い性格です。だからいっぱい言われても、嫌がることはありません。時々お腹いっぱいになるかもしれないけれど、それはもうお約束をいたしますので、ぜひ安心していろんなご意見を出してください。そして私は、はっきり言っておきますけれども、本番に強い性格です。だから、必ず今度の選挙も勝ちます。皆さんに、そのためにはよ、僕一人では勝たれへんから多くの府民の皆さんがご支援をいただくことがもう絶対必要不可欠なんで、ぜひぜひ、改めて多くの皆さんのご支援を心からお願いをいたしまして、また力の訴えにさせてもらいます。ありがとうございました。ご福山雅彦、必ず一時に入りいたします。お願いいたします。ここで私たち
ちとタウンミーティングをしながら、本当に私たちのためにどういう府政が必要なのか、どういう政策が必要なのかを私たちと一緒に考えていきたいと思います。福山和久さんやってまいりました。拍手でお迎えください。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました弁護士の福山和久でございます。僕は本番に強いです。一発勝負には必ず勝ちます。今まで笛吹っていうのはちょっと笛の押し付けみたいなとこがちょっとあるような気もするので、高いね笛の水道なんかを押し付けるということやのうて、まあお得に地域の皆さんが、そういうふうに希望しておられることをきっちり組み上げて、そういう方向で府政を運営していくと。直接お話ができるというのでとても楽しみにしてやってまいりました。今までの府政を継承しつつ変化させる、そういうふうに切り替えていく。国があらへんにやったら京都府が少なくともリーダーシップ取ってやる。地方自治体の主人公っていうのは知事じゃなくて住民の皆さんなんですよ。で知事中のはあくまでもう御用聞きのおっさんみたいなもんやからね。要するに住民の皆さんがどういうことを望んでおられるのかということをしっかりと組み上げて、でそれを府政に反映させていく、まあこういうボトムアップ型の、姿勢が一番大事だと僕は思います。一言で言えば地方自治ということですよね。だから上からのトップダウンじゃなくて下からのボトムアップで、いろんなことを進めていく。その中から何が一番大事なことなんかっていうのをみんなで考える。自分らが今まで慣れ親しんだところでそういう、教育や福祉や医療や介護やそういうものをちゃんと受けていけるというふうな方向に切り替えていかなあかんというのが私の考えです。子どもの医療についてお尋ねします。シングルのお母さんで子どもさん2人いる方です。大人でも救急の場合なかなか受け入れ先が見つからないですが、子どもはもっと難しいです。小さな子どもを抱える親が少しでも不安や不便から救われるようにしていただけたらと思います。どこにいても平等に受けられるというのがやっぱり命をつないでいく上で最も基本的なインフラなんですよね。やっぱり地域の医療を支えていく、そういう施設やあるいはさまざまな病院なども含めてですね、きちんと整備をしていくということで計画的に進めていきたいというふうに思っております。府の税金の使い方の一つで、私とこの家の近くに新しい4サロン交差点ができたんですけど、新しい道路ができたのに信号がつかないんですよ。お金がなかったら信号もつかない、こういうね不正をぜひ福山さんに変えていただきたいと思ってきました。新幹線なんか作ってる場合ちゃうと思うんですよね、1000億円もかけてね。だからそんなことよりもっと身近なところで本当に地震が来たら崩れ落ちそうな橋とかねいっぱいあるわけですよ。だからもっとそういう地元密着型の公共工事っていうのをちゃんとやって、でそのことでその地元の建築業者さんにもお金を回す。どんな知事になりたいか夢を語っていただきたいというふうに思います。もし私が知事になったら最高の御用聞きとして皆さんの声を組み上げていきたいと思います。ありがとうございます。短時間ではありましたけれども街頭で福山さんと共に語るタウンミーティングをさせていただきました。